皆様、こんにちは。杉村と申します。今週もワークアウトウェンズデーのウィーク3 9の回答をしていきたいと思います。今週のお題は2021年12月30日時点での COVID-19 の発症件数をアメリカを対象に可視化してくださいという問題になっています。タブローのデフォルトの地図表現を考えていただくと、まあ、塗り、えっ、ー、と、 えー、塗りつぶしマップですかねあの。平面に色をつけたものが一般的ですけれども、まあ、今回の地図に関しては、あのまあ、陸からですね棒グラフで発症件数を大小比較するという、えー、変わった可視化方法、まあ、変わったといいますか、あまりタブローではなじみのない可視化方法をトライしています。で今回、こちらをトライしていただくにあたってですね、 このデータセット、いつもはデータセットが提供されているんですけれども、今回は Google ドライブから、もうモデル、データをモデリングされた TWBX を使ってダウンロードしてくださいと言われておりますので、こちらから Google ドライブにアクセスしていただいて、ワークブックをダウンロードしていただきたいと思います。ダウンロードをいただきますと、 このようなデータになっております。まあ、非常にシンプルなデータですねで。データがすでにモデリングされているということで、こちらダブルクリックしてもデータの中見えないんですけれども、3つのデータセットを結合、リレーションシップしているということになります。でこのリレーションシップの仕組みとですね、なぜこのような可視化が表現できるのかっていうのが一番重要なポイント なんですけれども、一旦ですね、あのまあ、こういったデータセットがすでに用意されていることを前提に、どのように可視化をしていくのか見ていきたいなと思います。でそれぞれのデータに関しましては、まずこのカウンティーズとメトリックスケースデンシティというのが、これが発症件数になっています。でこの CLAT、Latitude、Longitude ということで、緯度経度の情報が入っている。 またデータモデルに関しては1から20がインデックスといいますか番号で振られているというものになっています。で今回、緯度経度情報が提供されていますので、まずですね、こちらで地図関数ですね、空間関数のメイクポイントという関数があります。 これは井戸経度で構成される空間オブジェクトを返すという関数になっているんですけれども、メイクポイント、そしてですね、ここではポイン2というか PTS とします。そしてこの CLAT、これが井戸です。で、これが経度ですね。 これが経度ですで。こちらをダブルクリックします、はい。そうすると、その移動経度情報に基づいてま、まずですね、その箇所がプロットされます。そしてここからですね、ポイントがあって、そしてメトリックス、例えばケースデンシティと。 あすいません。えっ、ー、と、空間オブジェクト返されてるんですけれども、データの流度としては、この FIPS というものを入れると、はい、こんな感じです。えー、発症件数が、えー、その FAPS というのは、おそらくこのカウンティーですかね。はい。えー 私もこの地名はあまり詳しくないですけれども、まあ、その、えー、場所に基づく発症件数が1万人あ10万人あたりの発症件数ですね、というのが可視化されるというものになっています。そうですね、緯度経度なので、それを空間オブジェクトで返すと、まあ、こういう感じで円になりますね。で、緯度経度。 で、カウンティー。であ、空間オブジェクト使わなくてもいけますね。いけますけれども、はい。塗りつぶしマップではなくて、今回この流度に関しては円になるということですね。ですが、これだとちょっとわかりづらいのではないかなという気がします。ですので、まあ、そこでこの表現を使うわけなんですけれども、 それをどのようにやっていくのかです。ここではですね、一旦真似していただきながら、後で解説もしていきますので、とりあえず真似をしていただきたいなと思います。ここでは、ラットということで、井戸ですね。で、ケースです。ケース、ポイント、 これが、フエン一ゼン、CLAT、点ン、フェン2、ゼン、CLAT、点ン、プラスの、メトリックスケースデンシティ、割る六十を、割る六十してくださいというのが、 あの、問題文のリクワイアメントにも記載があります。これが、あの、このメトリックスケンステンシティの発症件数を足しているのが、これが棒グラフの高さに該当します。で、これエンドですね。ここでは何をやってるのかわからないとは思いますけれども、先ほどポイントが1から20あって、その1から3で、 えーまあ、これらの値を指定しています。で、えっと、最初に結論から申し上げると、あの今、円で一つのポイントになってますけれども、このように縦にですね、棒グラフを伸ばしていくためには、えー、まずここが1です。そして、えー、例えばここが2です。で、えー、例えば棒グラフの、あここは3ですね。失礼します。で、こっちが2です。といったと。 具合にこのように三角形を描くようなパスを使ってあげればですね高さが表現できると考えてくださいそうすると1の時は緯度経度緯度はそのままですねその場所に基づく移動を採用してくださいと3に関してもその緯度です2に関してはその CLAT10 に対してその棒グラフ の長さというのは発症件数に基づいて伸ばしてくださいねということをですね、この式では書いているということになります。で、こちらに関してもまた複製しまして、右クリック複製しまして、次は、経度。で、経度に関しては、え、論としまして、ここが、 軽度なので、縦に該当しますので、えっと、縦に該当するので、CLAT プラスのまあ点0 1とかにします。で、2は真ん中なので、その場所の位置を指定したいので、プラスです。で、ここではマイナス0.1します。はい。 そうすると、ま、ここでは、経度は横になるので、横になりますので、ここで、え、こう3つのポイントがあったときに、え、ここが2に該当するんですね。これが正緻な値の場所です。経度で考えたときにですね。え、プラス0.1。え、そして、プラス点あ、マイナス0.1。 という形で指定をしています。そうしたときに、まあ、移動程度でつなぐと、まあ、これら3つのポイントがあの、まあ、プロットされて、まあ、三角形ができるということになります。では、この PTS をですね、えっと、編集します。一旦ちょっと削除しまして、PTS 開いて、 えっと、これ入れ替えます。計算式の方ですね。はい。LAT。で、これも入れ替えます。はい。で、PTS、ダブルクリックです。で、カウンティーを詳細に入れます。はい、えー。そうすると全く同じように見えますけれども、えー、このポイントというのを、えー、っとですね、まず、これ、ラインチャートにします。 そしてパスというものがありますので、ここにパスを引きます。で、合計になってるんですけれども、ディメンションに変えます。ディメンションに変えると、1から3の番号触れるんですね。え、そして、え、少しちょっと意図しない形になってるんですけども、理由としては、まず LAT、色に関しては、 えー、あってますね。で、えっ、ー、と、経度に関しても見ていったときに、えー、これがラットが混ざってるので、移動を指定してしまってますね。なので、ここでローンを指定すると。はい。そうすると、これ、あの、縦に、えー、できてますね。で、えっ、ー、と、ビューと比較すると、この、 マウイ島ですとか、ステイトの HI が入っていないので、えっ、ー、と、これを除外します。HI。除外です。はい。で、私が申し上げた、えっ、ー、と、一つですね。このカウンティーを一致、あの、一つに一旦絞って見てみたいと思うんですけれども、 選択すると、このような形であの三角形になっているのが確認できるかなと思います。1、2、3ですねで。この3ポイントを緯度経度で形成して、ポイントでつなぐことで高さを表現しているということになります。はい、であとは、メトリックス、えー、ケースデンシティを色に入れまして、えー ここではですね、えっ、ー、と、オレンジと赤ですかね。はい。で、えっ、ー、と、こちらもえハワイだけではなくて AK のステートも除外ですかね。AK も除外です。 そしてここで言われているのが、ケースデンシティをスタートが0、ミドルが75、エンドが200と言っているので、レッドゴールドカラーパレットということなので、これですねで。詳細で終了をこれ200にして、そしてミドル。 中央値が調整できなくなっているので、一旦リセットしてしまって、えー、っと、オレンジと赤の分化ですね。そして、こちらちょっと何度か試してみたんですけれども、他のパレットを選択してからだと、まあ、中央が設定できないですね。 なので、自動を選択してから、この中央を自動の時点で設定をしておくと。はい。で、こちらをパレットを変えれば、それが維持できるということでした。はい。で、ここではサイズは、まちょっとかるべき。 形にかあの、ホッサンに変えていただきまして、色の透明度も大体80ぐらいにしておきましょう。はい。であとは、えー、マップですね、えー。バックグラウンドレイヤーで、えー、おそらく大陸の名前とか地域名が入っていないので消してしまって、ベースもいらないかなと。まあ、ベースはいりますね。 こんな感じでしょうか。お、色がそもそもついてないので、あ、これで、うんとえっと、この都道府県の境、州境ですかね。これを、おそらく、薄いにすれば、あ、全く同じものになりました。はい。で、これで完成ですね。はい。ですので、 えーとあとはもうツールヒントを設定してあとはダッシュボードにまとめていくだけです。カウンティ・ステイト10万人当たりの発症件数と。 ですねツールヒントを開きます、えー、カウンティ、えー、ポイントはいらないので消してしまってステイト、えー、発症件数と、はい、これで OK です、えー、そうしましたらダッシュボードに最後まとめていきますで まずこのヌルに関してはいらないのでケースが今回のデータだと1から20あったんですけれども実際には1から3までしか使わないのでその残りのものがヌルになっているのかなと思いますはいでちょっと今回えっと楽をしましてここをコピーしてしまってこのシートタイトルに名前を付けてしまいたいなと思います でそれをそのままシート名として採用します。はい、えー、こちらで今回完成になります。えー、最後にですね、あの実際にこの、まあ、再現はできたかなと思うんですけれども、実際のご自身のデータで試されるときに、もうすでにデータモデルが設定あの、提供されていたので、えー、自分で作り直すときにはどうすればいいのか。 思思う方もいらっっしゃるかなと思ってますですので、サンプルスーパーストアで私が試した例というのを最後ご紹介させていただいて、一つ一つの操作までは行わないんですけれども、タブローパブリックの方であの YouTube の概要欄にも参考までにスーパーストアで試したものを置いておきますので、ぜひそちらも参照していただきたいなと思います。でこちらがサンプルスーパーストアで試したものになっています。 売上の大きさを棒グラフの高さにして日本地図にマッピングをしたというシンプルなものになっているんですけれどもデータモデルをそもそもどのように作っているのかといいますとあのパブリックのワークブックに関しては3つのデータを使っていましたが基本的には2つで OK です1つは私はスーパースターの緯度経度情報をですね ま取ってきまして、えっ、ー、と、国地域市区町村都道府県売上緯度経度。を取っています。で、この緯度経度の取り方に関しては、あの、一回ですね、サンプルスーパーストアで地図を描画していただいて。そうすると、あの、自動的に、あの。えー、文字列でデータを持っていれば、市区町村ごとに。 マッピングをしてくれると思うんですけれども、それを CSV で落とすとですね、移動経度が入っています。その移動経度情報を使っています。で、その移動経度のデータに対して、今回はポイントというプレイスホルダー .csv という非常に単純な1から3のデータを用意しています。で、結合、リレーションシップに関しては1イコール1ということなので、それぞれの1レコードに対してですね、3つの レコードを生成していいるととうことになります例えばこの1レコードに対してポイント123が形成されていると。パブリックのものでお見せしたようにポイント123が形成されていれば緯度、経度のポイントを指定してそして高さを指定してそれをポイントでつなげば三角形で擬似的にその高さを表現できると。 ということで、今回実現をしています。ですので、皆様手元にお持ちの何らか移動経度のデータに対して、このプレイスホルダーのポイントを1から3で使っていただくと、こういった可視化ができます。で、1点注意点としましては、この LAT のところですね、えっと、売り上げに対して、パブリックではバル6 0だったんですけれども、ここでは えー、割ることの70万ですかね、しています。で、緯度にマッピングするためには、えー、赤道が0度で、えーえー、北と南に対して、えーまあ、90度ですね、となりますので、この売上を表現するときにも90の間に収まらないといけないです。ですので、その 今回発症件数を可視化するときにその最適な数が60ということで60が指定されていたのかなと思うんですけれどもそれはこの縦の棒グラフで表現を行いたいメジャーに合わせメジャーの大きさに合わせてこちらは指定してあげる必要がありますその緯度90度 の圏内に収まらない場合っていうのは、ヌる地で何も可視化ができない形になりますので、そこはご注意をください。で、えー、経度に関しては、えー、こちらは全く同様ですね。えーまあ、その2のポイントで、精緻な値で、プラスマイナス0.1という形でちょっと動かしてあげればいいということになります。 で、ポイントは、えーまあ、そのメイクポイントを使って指定して、ポイントをパスに入れているということですね。はい。えー、それでは、ぜひ、ワークアウトエンズデに限らずですね、何らか日本でも、えー、COVID-19 の、えっと、発症件数とデータが、えー、多くある,あるかなと思ってますので、ぜひ試していただきたいと思います。えー、今週も以上になります。お疲れ様でした。